皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、10月19日、14時28分、最近この辺りでも選挙カーが見受けられるようになりまして、随分昔から、言われていたことと、まあ、もしかしたらその当時僕は20歳ぐらいの頃この方がいいですよって言ったか、もっと前から、多くの方がそうおっしゃってたかもしれません。その内容を思い出しました。今日も選挙カー通っていて、まあまあ、前からも皆さん気づいてる方だと思うんですけど、まあ一般人向けの方に、今言ってる部分もあるんですが、何言ってるか全然わからないわけじゃないですか。選挙カーって。で、街頭演説で、エネルギーの残存量問題があるから、議員になる人が選挙カーをそもそも乗っちゃダメだっていうことにしたらいいっていう話だったでしょ。国会でもこの話出てたはずなんですよ、何回も。これなんで一時選挙が動かすんですかっていうことなんですよ。で、まあ、人口ある程度の密集地帯の駅前とかで街頭演説プラス、まあ、あとはもうテレビの放送ぐらいだと思いますよ。本当に。まあまあまあ、ラジオ今時聞いてる人はなかなかいらっしゃらないと思いますし、結局まあ、選挙が始まったっていうことを伝えなきゃならないの部分で、まあ、ポスターを貼る掲示板とかあるわけじゃないですか。だからもう、多分、街宣カー自体がいらないと思うんですよ。で、これ話全部こう考えていったら、立候補される人たちも、それ本当は余計な経費だって気づいてるわけじゃないですか。まあ、どう言ったらいいんですかね。多分テレビだと思うんですよ。で、あとは家に、投票の用紙、書き込む用紙、投票用紙が、まあ、来て、あ、選挙始まるんだなっていうことが分かるわけですから。まあ一応投票用紙でも分かると言えば分かると思うんですよ。だから多分いらないのか、一線かで、昔もこの話になったと思うんですよ。無駄経費。だから、一番、ね、特に国会議員の人たちなんかが一番よく分かっていなきゃならないのに、エネルギーの残存問題のことですよ。一番、わけわかんないことしてるじゃないですかっていうことになるんですよ。だから、まあ、選挙始まる前に野田さんが、総理経験者の野田さんが、駅前で、行き交う人にこう、立候補する、何々ですっていうことをこう、一つ一つ手渡ししてましたけども、ああいうふうなことだと思うんですよ。っていうのは、街頭演説してるときに、止まって聞く人ってまずいないわけじゃないですか。いや、だから、こう、何か目的があって皆さん移動してるわけであって、急に、あ、急にこんなとこで演説してるって、まあ、どこでいつ誰が演説するかなんかみんなわからないわけじゃないですか、基本的に。で、ね、その急に時間作ってちょっと聞こうかとかそういう風にはならないわけじゃないですか。で、これ話こう続けていくと、一瞬 IR 法に関することとかも頭の中よぎったんですけども、複合施設とかだからそういったものを作って、選挙用にやっぱり議員の人たちが複合施設っていうものを作り始めたようにも、やっぱり見受けられるんですよ。まあまあ、ただもう別にそんなものは法律なんか作らなくて、まあスーパーマーケットの出入り口とかでもよかったんじゃないですか。まあ駅もそうですけども。だからまあ、選挙カーっていうもの自体がいらないのと、あとは、人口密集地帯とかで、もう、
ただうるさいだけで、ひたすらうるさいだけで何言ってるか分かんないものをその走らせてる時点で、もう自分たちも多分気づいてると思うんですよ。客観的に見てこんなことしてても意味ないなっていうこと、嫌われるだけで。なあ、だからもう仕組み的にこう既得権益に関わってる人間ばっかりが投票するっていう、その仕組みがやっぱりまずいんですよ。だもう凱旋カーを走らせる行為自体を禁止したらいいんですよ。正論でしょ。エネルギーの残存問題のところとか考えて、国家公務員とか公務員の人たちがまず第一義的にビシッとその辺のところをきちっとしなきゃならないのに、車乗っちゃうんでしょ、高級車買っちゃうんでしょ、もう子供みたいになってるじゃない。道理で第一次世界大戦、第二次世界大戦始まったわけだになってしまうんですよ。こういう内容をテレビで放送したらいいんですよ。テレビの CM、まあまあ生産停止は2035年ですけども、まあ30年まで、前倒しして、テレビの CM で車のメーカーの CM 自体がまずいらないと思うんですよ。そう、なんかエネルギーの残存問題の方が優先だし、それプラス、航海で掘っていたにしても、大津波とか発生してるから、だから、人の命よりもどちらが大事ですかっていうことを考えれない人が議員になってるっていうことになってるんですよ。正論でしょ？まあ、こんなことをね、27年くらい前から普通に僕言ってましたし、まあ、だんだんみんなそういうことを、同じようなこと言ってる人、一般人もいっぱいいると思うんですよ。まず家の周りでガー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 うるさいなとか、まあ、誰がしても同じだとか、もうみんな言ってきたわけじゃないですか、一般人の人たちが。で、議員さんも議員になる前多分言ってると思うんですよ、子供の頃とか。それ考えたら、その間違ってるっていうことを気づいて、なぜ、まあ自民党の人たちとかもそうですけども、凱旋カーなんで未だに走らせるんです。知ること全部真逆なんですよ。間違えてるって分かった瞬間、もうその通り、もう絶対しないっていうことをきちっとしたらいいのに、それをずっと続ける。だからまあ、リニアに関しては、これだけ人口少子化してるのにいらないんじゃないのかって僕もやっぱり思ったりする時もあるんですけども、ただ新幹線のあの長い距離のトンネル、その老朽化が進んだ時に、それ一旦多分新幹線を一旦止めて、その最低でもまあリニア引いてる区間ですよ、で、一斉的にトンネル内とか点検しなかったら無理なんじゃないですか。結構朝早くからと夜遅くまで新幹線が稼働しますから、トンネルの長い距離、まあちょっとずつ点検するにしてもどうなんですかね。やっぱりたまにニュースで新幹線のトンネルの中で何かがとかいろいろあるわけじゃないですか。まあ実際人間することだから 100% こう完璧にはなかなかできない部分っていうのはあるとは思うんですけども、特にやっぱり人材派遣業法だと思いますよ。その今どうなってるのか知らないですけども、その鉄道関係のところが、公務員の人たちの仕事を、まあ、人材派遣会社の人たちがするようになって、で人の、まあ、入れ替わりとかやっぱりあると思うんですよ。だからまあ、こう最近のテレビで放送されてたニュース程度ですけども、だから実際のとこ僕は言いたいのは、本当のところ何年前のニュースを放送してるかもう分かんない状態ですから、まあこういうふうな言い方になるんですけども、まあこれは本当です。ニュースのほとんどのところ、以前放送したものです。自分の頭で、たまに間を置いて、あ、これ以前見た内容だわっていうのを、見抜け
なきゃならないみたいな形になっているのと、あとフェイクニュースとか放送は僕は変えられるんですよ。今はあの最初の頃の最初の出だしの1分以内のところの映像と比べて僕の顔この辺とかも変わってるでしょ。だからその辺のところで、あれ言っちゃこれ言っちゃダメだとか、あの悪いことを指摘してる方が顔取られてしまってるんですよ。全部逆になってしまってるんですよ。だからその辺をきちっとしなければならないですし、まあそれか今動画で喋ってる内容に関して、何か無理なことを心の声とか投げかけてる連中、いや僕は精一杯主張してますよ、いろんなことをね。で実際達成しますよ。で僕は言わなかった、達成できなかったことものすごく多いんですよ。できたんですかってあなたたちはって、横領事件ひたすら繰り返してただけでしょって、高額所得者になってって、で法律の世界の三審等以内の請求とか、ただ単に弱い者いじめのために作ったのが、しっかりと高額所得者の人たち、今まで戦争してきた世代の人たちが、ね、その後も議員になってるんですか、国会議員とか大臣とか、また総理とかになったりしてるんですか、その人たちがちゃんとガソリン車の生産停止と、あと高速道路を作らなかったりだとか、そういうことをきちっとしてきたんですかって、自らガソリンの消費量を抑え込むような形で生きてきたんですかっていうことを言ってるんですよ。ちゃんと電車で移動して。してないでしょ。できてないでしょ。選挙カー見たらもう丸分かりですよ。いつになったら真面目に仕事できるんだろうって。もうこれね、もう国会議員の人たちはもうほとんど年寄りばっかりですよ。だそういう人たちに、じゃあ20歳そこそこの人間言って、また精神病院に連れて行かれたりとかね。そういう巨大な隠蔽のことを、隠蔽をずっとしてきたんですよ、日本は。いっぱいいます。もう年間で何万人といます。ちょっとしたことでね、すぐに精神病院にまず連れて行って、で、脅しかけといて、公的機関が。で、その権力者には逆らえれないようなところを見せつけようとするんですよ、結局のところね。そういうふうにしか見えないんです、連れて行かれてしまった方は。法律減らさなきゃならないのに、なぜ法律を増やしてるかも、仕事できてないですし、やっぱりもうその国会議員の人たちの、特にね、今までその族議員と言われてる人たちが三審等以内の請求をかけられて、しっかりと返済していくような形にしなかったら、自分たちで率先して反対しないわけじゃないですか。万博にしろ、スポーツ関係のオリンピックにしろ、もうこれ世界中の人、世界中の議員さん、もうそれしましょうよ。あともう選挙カーなんて走らせないって、これ他国でもどうしてるんです、他国で選挙カーなんか走り回ってるところの映像見たことないんですよ、他国の人たちの選挙で。だまあこれ海外で言うと王室制度とかいろいろありますけども、結局高額所得者でて広い家に住んでるところの映像も抑えられてますから、でも分かるんですよ、それダメでしょっていうこと。エネルギーの残存の問題を考えたら、噴水付きの家だとか、もうめちゃくちゃですよ。やっぱりね、他の動画でも言ってますけども、輸入のところってやっぱり公海で掘ってるんじゃないんですか。公の海と書いて公海、共同の海、世界中どこの国の、所有物でもない共同の海で、石油ガスを採掘してるから、それを輸入という形で見せかけているわけであって、そのサウジアラビアだとか
からその、まあ、アラブ諸国連邦を含めて、日本の消費している原油の7割は輸入してますっていう話ありますけども、インターネット上とかテレビに出てる人たちが散々言ってきてましたけども、それで丹念にこう調べていった時に、まあ、陸地でも掘削してますし海でも散々、採掘しています。それ見たらやっぱり日本とかもしておかなきゃおかしいですし、いやだってじゃあサウジアラビアの人たちが大地震で被害を被ったらいいんですかの話になるわけじゃないですか。でインドネシアなんかは大地震によって大津波によって、まあ、あの近隣の国も含めてだったと思いますけども、22万人以上の方がお亡くなりになれてる、まあ、私の知る限りではそのここ近年の、地震による災害の死者数っていうのは大津波を含めて、インドネシアの件だと思うんですけども、やっぱりしてることは卑怯すぎると思うんですよ。先にヨーロッパとかアメリカとか日本とか、まあ中国も含めてですけども、先進諸国はしましたと。近代兵器とかを持っていましたと。その頃インドネシアの人たちは持ってませんでしたと。で、自分たちの国でいろいろ掘っていて、工業問題だとか、汚染問題だとか、水俣病とか、イタイタ病とか、高化学スモッグだとか、そういうことだけじゃなくて、多分やっぱり本当は、一斉崩落でやっぱり地震で、後悔だと思うんですよ。公の海で、掘っていて、大津波、能登半島も。少なくとも新潟に関しては、だからそのインターネット記事もね、もうテレビのニュースはもう徹底的に嘘だから、もうインターネット記事からして、もともとがそうだから、新潟県で石油の採掘がなんか日本一で、ちょっと前まで秋田県で言ってたわけですから、もう何信じたらいいかもう全然わからない状態なんです。で、石油とかガスの採掘量が。で、能登半島の人たちの地震が、地震発生してからこうばらすんじゃなくて、地震が発生する前にばらしておいてあげなかったら、住む場所も決めようないわけじゃないですか。まあ、いつになったら潔くなるのか、議員の人たちが。本当のことの公開。で余計な欄が多すぎるんですよ、環境省に関しても。石油をどこで掘ってるかっていう場所、その地点を一覧をずらっと出して、で各その石油の採掘してる地点、今の深さは何メートルぐらいです、それまでに地震がこれぐらいありましただとか、その近辺でと。なんかもう環境省のところも、もういろいろ見ましたけども、いつも僕、こういうふうに、まあもう、まあ指摘していた動画を高島やると宛てに SD カードで送って言ってると思うんですよ。言ってないかもしれません。テレビに向かって言った方かもしれません。でそのシートかで黙らす人間、もういいから。もうテレビ出てる人たちの方が間違えてるんだから。もうスポーツ選手はもう全員言い訳できないんですよ。プロ野球選手も本当は。商業原理的に赤字が出てなかったとしても、エネルギー使いすぎた後ですから。で、本当にその辺のところ全員、まあ昔僕は二十歳ぐらい、ああ、こういうものすごいこと言ったなっていうのを思い出したんですよ。あなたは人の命が大事ですか？それともスポーツ、プロスポーツの方が大事ですかって。あなたは人の命よりも車の方が大事ですかって。あなたは人の命よりもオートバイの方が大事ですかって。もう生産してる時点で人殺すこと決定してるんですよ。本当は業務上過失致死のはずなんですよ、徹底的に言いますと。だって一斉崩落で地震発生してるんですから、昔から本当は。で、それを、各部活動の学校の先生が、それ教えてあげなきゃならない。どうするって。それでもスポーツするって。例えば野球部だったらユニフォームとか自分の親にね、買ってもらわなきゃならないわけですし。
もともとの本質は、あんまりそういうふうに、スポーツ選手増えてもらいたくないから、実費で買ってもらってるっていう部分あると思うんですよ。で、多分ね、これぐらい、ストレートにね、ストレートって意味、まっすぐですよ。わかりやすくっていう意味で。わかりやすいっていうのは、遠回しの言い方とかじゃなくてね、その腹割った話っていうか、その、後の世代の人たちのことを、全く考えないで、我が の稼ぎだけで生きてきてるから、だからこうなってしまったんじゃないですか。はっきり言って。そこにどのような綺麗事を言ったとしても。スポーツの勝ち分けとかに関わってる淡いケースで、これ言い出すっていうのも、本来多分こうだと思うんですよ。自分の会社のことだから、自分の会社の人たちでまずどうにかしなきゃなんない。外部から言われなくても。一般的な会社とかで、だから議員さんとかも自分たちで自主的に選挙区をやめなきゃなんないのに、これ昔から言われてた人たちいっぱいいたと思うんですよ。もう何十年も前から、30年とか40年とか前から。なのにやめないでしょ。だから、政党交付金があって、選挙カーの購入、レンタル、そういったところが自動車業界、癒着、車たくさん売って、票を集め、建築業界も同じ余計な工事をさせている、ダメな人ばっかり議員になってるじゃない。だからそれを止めようとした人たちに、みんなが票を入れたらいいんですよ。公式にそういうことを言って、そういうふうな行動ができてる人に。だから昔、馬淵さんっていう議員さん、まあ今でもいらっしゃるかどうかはもうわからないんですけども、もう多分いらっしゃらないと思うんですけども、昔自転車で選挙頑張ってましたよ。普通そうなんじゃないですか。議員が汗を流してのところの意味が、選挙をするときに、その自転車とかで、移動したりだとか、もちろん距離にもよりますから、基本的に電車で移動して、電車と、バスを使用することはもうあまりないんじゃないですか。正直人口密集地帯で、チラシ配ったりだとか、街頭演説に関してももう、それもあんまり駅前とかも、本当のこと言うと、普通の一般人からすると、もういろんなこと知ったら知ったでどう思うかって言ったら、もううるさいだけ。で、人が混雑するところで、みんなが聞き始めたら聞き始めたで、足止まるわけじゃないですか。じゃ混雑するところで止まられたら、他の人たち困るわけじゃないですか。だから昔僕が高島彩ルート宛てに送った SD カードで言ってたのは、立候補する人たちがテレビに出て、あれこれ言ったらいいと。自分たちの抱えるところ。で、エネルギーの残存量問題について自分はこうします、ああしますっていうことをしっかりと言うこと。言わないんだったらダメじゃないって。最初から我がの金稼ぎじゃない。で、精神を生産されなくなる薬とか、その被害者に対する賠償金に関してはどうするんですかって。いつまで逃げてるんですかって。医療業界の人間はって。警察官の人も、検察庁の人も、裁判官の人も、裁判所の勤務者も。これ考えていったら、もう民間の方も、これだけ少子化が進んでいった時にお金が回らなくなる。で、これから先もそうなる可能性が非常に高い、
公務員の人たちボーナスも全部やめたらいいんじゃないですか。公務員の方がもともと間違ってるんですから、退職金も。で最終的にみんな全員自動で老人ホーム入れてあげたらいいんじゃないですか。そこでそのお金のない人は老人ホームに入れさせてあげない、病院で寝たきりにする。その病院のケースだと風呂にも入れてもらえるんですよ、ずっとですよ。どちらが狂ってるかも分かるでしょ。しょうもない仕事ばっかり増やして、余計な法律ばっかり増やして、余計な時間費やして、でこれぐらいね、物事の核心をつくと言いますか、結局その働いた時に今度は商業原理だけの方で動いてしまうと、どうしてもお金稼ぎによって、まあ、例えば万博とかもそうですけども、いろんな話があってみんな誤解したり間違えたりだとか、結局能登半島で地震があっても結局万博の工事をやめなかったわけじゃないですか。民間の会社がどうこうとか言い始めて、海外がどうこうだとか、もともと海外もともと大したもの出展しないんですよ、万博って。日本も海外に大したもの出展しないんですよ昔から。どちらかというとあんまり意味のないものを出展します、よくよく考えたらなんですよ。まあ僕もそこまで考えが至らなかったりする時とかあるんですけども、なんかそこなんですよ。最終的にみんな老人ホームに入れてあげるっていう内容があれば、だから厚生年金を今までどれぐらいかけてきただとか、だからそこにも正当性がないじゃないですか。結局人材派遣会社とかを利用して、また髪の毛染めてるような事務員の人間が、何回もこっちは厚生年金入るって言ってるのに、入りますか入りませんか何回も聞いてくると。でそういうので、途中で、根負けしてしまった人とかがあれこれ考えて、勉強したら勉強したで算定表とかを見て、厚生年金保険の月額はいくらだったら掛け金がいくらで、半分は、会社が折半で出すと、介護保険料に関しても。でそれを見ると、本当はこれ人件費云々とか、その人材派遣会社下請けですから、少しでも安くで向こうが雇おうとして、そういうふうに何かこう水面下で話し合いしてるんじゃないかと。だからそういうような部分があったから、自民党の皆さんに2024年の春からマイナンバーカードで、まあそれは僕は何年からっていうことは言ってないんですけども、一応まあまあ、早くこれ進めるべきだっていうことで、マイナンバーカード、そのマイナンバーカードを勤務先に持っていくことによって、もうどうせ厚生労働省で管轄してるんですか、国民年金に関しても、厚生年金に関しても、国民年金基金に関しても。だから、自動で絶対厚生年金に入れるようにしようとか、それ言ってたんですよ。で、2024年の春からスタートする予定で、テレビでニュースはあれども、結局何もスタートしてないんですよ。どうします、これガソリン車作りっぱなしだったらの話になってしまうんですよ。だからこれね、効率性を高めて、少しでも、この六法全書の内容とかをコンパクトにするにはどうしたらいいかと。だから国民年金に関しても、まあ、国民年金に関する法律とか厚生年金に関する法律とかあったと思いますけども、両方もう一本化してそういう風にするっていうアイディアもありますし、まあまあそこの中に他の保険の部分とかも入ってたと思うんですけども、まあだから全員自動で老人ホームに入れてあげる社会で良かったんじゃないですか。結局孤独死されたらされたで、そこの家ね、そのお亡くなりになった体がそのね、回収して掃除しに行く人とか、そっちの方が大変なわけじゃないですか。
だからもう毎回言いますけども、大学行った人間ほど本当は留年組だっていう話を僕はこう最近、昔も何回かしましたけども、こちらも客観的に見てこう余計なことばっかりしてるんですよ。善意があったら本当にもうみんな老人ホームでいいじゃないっていう話になるんですよ。でもあとお金の出し入れ、例えば最低賃金を上げるのに600万円の扶助だとか、国からの税金、雇用者の税金だとか、で他にもいっぱい税金あるわけじゃないですか。結局税金使ってるわけじゃないですか。でお金の出し入れとか、窓口とか書類が増えることばっかりしてるんですよ。もうそれだったらみんな自動で老人ホームに入れてあげるでいいじゃないですか。もう一人での生活はこれは明らかに困難だっていう人たちは。で、ちゃんとそこは、風呂にもたまに入れて、だから老人ホームに働きに行ったから分かるんですけども、週3回ぐらいだったと思うんです、そのお風呂に入れる日も。だからその辺のところは、それぐらいのところはっていうことですよ。エネルギーの残存問題考えても、結局温泉が出てきたところがあるわけじゃないですか。だからそこを老人ホームにしといておけばよかったと。っていうのは、もう車椅子状態の人たちがほとんどですから、まず、9割方、たまに杖ついてる人とか、歩行器使ってる人いますけども、もうほぼ全員が、車椅子の人たちですから、車椅子にこう乗ってもらったまま、バスタブをこうガバって開けた湯が全部抜けるんですけども、そこに入れて、で、一気に湯を入れて、温まってもらうっていう形なんです。だからそれ一回一回するから、いちいちあれもガスなんか使ってたエネルギーの消耗の仕方が尋常じゃないですから。だから温泉を老人ホーム化するっていう話、有馬温泉とか。だけどそれも結局何も進んでない。で、有馬温泉の近くにあった有馬有泉病院っていうのが何か知らんけどこの辺に来てるんですよ。しかも、もともと有馬温泉のところにあった有馬有泉病院っていうのも、築年数浅いでしょう。60年経過してるとか、80年経過してるとか、そうじゃないのに、結局そういうふうになってるんですよ。エネルギーの残存問題だから何にも考えてない人たちばっかりなんですよ。なぜか、国会議員の人たちとか、地方議員の人たちが選挙カー使ってるからですよ。その時点で、ああ、真面目に仕事する気ないなっていうのはよくわかるんですよ。真面目ってそういうことですよ。したかしないかですよ、結局。達成したか達成してないかですよ。なあ、一時期僕は馬淵さんの例を、例えて言って、だからみんなこの人見習わなきゃならないじゃないですかって。その選挙の部分に関してはですよ、他の部分で、もっと細かいところを突き詰めていかなきゃならないところあるかもしれませんけども。でもそれで政党交付金、選挙カーとかでお金使ってなかったら、もう本当の人口の実数で全然問題なかったはずでしょうし、いや、だから国会議員の人たちとかでね、多分この国5000万人いないですよって言ったら、それだったら我々の負けってこう、大きな声で、叫んでくれてる国会議員の人たちとかいましたけども、今の国境の範囲ですよ。ああ、2035年まで待たなかったらどうとか、2030年まで待たなかったら、ガソリン車の件に関しても、本当に国会議員の人たちが仕事できていたのかどうかの判定なんか下せないんですよ。でも全員生活保護のまま働くような形でよかったんじゃないですか。いや、それはね、いろいろ考えたんですよ。どうなるかっていうことを。それ言う、
たら社会で働く人間が誰もいなくなるとか、なんかもうとぼけたことを言う人がいるんですか。これだけ地震とか大きな災害とか見て、家屋潰れているのに。だ、家が老朽化してるから、地震が来た時に震度5強でも倒壊するところは倒壊するんですよ。だからみんなある程度安全な家に住もうとするはずだから、だから社会で働きに出なきゃならないの話になるんですよ、絶対。ある程度ほとんどの人は。で、そこで、いや、自分の家は、親の家はまだまだ頑丈だからとかいう人は、そこで粘ってくれたら粘ってくれたで、まあ、老後は、親とかの方に、こう、家賃のところに移ってもらってたとか。それはそれで、その方が、エネルギー効率が、いろんな意味で、何もかもが、効率よくなるっていうことにたどり着くんですよ。まあ普通の一軒家でもそうですし、まあ普通大きな地震とかなかったら80年以上は持つわけじゃないですか。片や老朽化してボロボロになってもまた住まわれてる方もいらっしゃいますし、だからもう話が、ちぐはぐになっていて、結局、富の分配っていうのが、だから政府がこう、お金を集めて、まあ物事をコントロールしようとしていた部分があると。だからそれ、対エロ業界とかそういう賭博とか、ああいうふうなところが対象であって、だからまあコンビニとかの、エロ業界の雑誌とか、置いたりしてるところ、そこは刑法で175条のところで200万円以下の罰金とかあるわけですから、何回でも罰金徴収したらいいんですよ。そしたら売上と見合わない。だからそこで、それプラス雇用助成金もなしにするとか、最低賃金を上げる600万円の話とかをなしにするとか、もちろんそういう手は有効だと思いますよ。倒産、意図的に倒産させるだとか。だからこういうまどろっこしいことをしないで、もうそういういかがわしい雑誌を置いた時点で、お前たち終わりねって。もうそういう法律でいいじゃないですか。話早いですから。エロ売ってまで金に換えちゃダメよって。それは仕事じゃないからって。だから特にこれが首都がね、一番エロ業界の総本山で、そういうのっての連中多いですから、コスプレとかしとった連中とか、同人誌とか、それが、何でしたっけ？なんかまあ、国際展示場みたいなところで、販売とかしてたんでしょう？各地でブース出して。だからそのブースとかも、もともと、もう開くのなんかまずないんですよ、この世の中で。会社で仕事を覚えたらいいわけですから。まあ、その方向性でいくと、ちゃんとね、エロ業界とか即倒産させる法律、すぐ、もう全部没収、全部没収、機材とか作られんようにするために。で、それプラス、まあ、建物の押収だとか、まあ、そういうふうなところ、すべてひっくるめてもそうですし、あとはもう、賭博関係のところも、きっちりと、もう、エネルギーの残存問題の方が上だから、もうダメよと、パチンコも。もともと大して面白くも何ともないんですから。ただただ中毒性があって、そういうふうに言ってるだけだから。明らかにそこは、まだゲームとかしてる方が絶対マシだと思いますよ。どう考えても。面白い映画見るとか。まあ、この辺で言ったら車で集まってきちゃうんですよ。パチンコ店に。たくさんたくさん。何十台も。一日トータルで見たら、100台超えてるんじゃないですか。で、以前パチンコ店、そこのビーカムっていう店で、もうちゃんと外から見えるようにしといて、分かりやすくしといた方がいいっていうことで、ガラス張りになって中はよく見えるようになってるんですけども、大体パチンコ打ってる人老人ばっかりなんですよ。
まあ、それを外からこう見えないようにしたりだとか、もう変な動きばっかりですね。なんかこう仕事してるふり。その変な人間大事で選んでません。昔エロ業界と深く密接した人間とか、絶対無理ですよ。まあ、テレビ局も半分そういう性質ありますけども、もうそれを長年かけてやっと抑え込んできた状態で、音楽業界に関しても僕は二十歳ぐらいの頃に、要するに27年ぐらい前に、もう、エロ歌詞書いてるような奴らはもうダメよって、テレビ出さないよって。ちゃんと歌詞変えなきゃダメよって。だそれは法律だから、本当の。今までどういうふうな事件が発生してきて、どういうふうな被害者がいたかっていう。そういうことをきちっとしなきゃならないのに。だからもっと言いますと、スクランブル交差点とかで若者が騒いだりしてたのも、結局議員さんが選挙カーとかで走らなかったら、あとスポーツのスタジアムとか一切なかったら、騒ぐっていう声、あとは祭り。その三つがもし、なかったとしたら、子供の頃からそれをもし一切見てなかったら、多分、騒ぐっていう行為をしないと思うんですよ。見たことがないから。もうそういうのが広まってしまった後ですから、できるだけ、そういうような分野に、まあ、進めていかなければならないと。まあ、こういうことです。以上です。まあ、選挙カーが最近走り回り始めたので、まあ、一応、言っておきました。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、それが対応してるかしてないかで仕事ができてるかできてないかをみんなで見たらいいんじゃないですか。以上です。